レバノン杉が残るカディーシャ渓谷の神の杉の森レバノン山脈は、レバノンの中央を南北に走る全長約160キロメートルの山脈、ジェベルエルガールとも呼ばれる。中東であるのにもかかわらず、標高3000メートル級の山々には雪が積もるため、アラム語で白を表すラバンがレバノンの語源となった。最高峰は、 カーネット・アッサウダー山の3088メートルである。東側にペガーといわれるヨルダン地交代が走り、その東側にアンチレバノン山脈、ヘルモン山脈が連なる。山脈の西側は東側よりも降水量が多い。レバノンの山脈にはかつてレバノン杉が鬱蒼と茂っていたが腐りにくいのと頑丈であることから、 古代エジプトのピラミッド製造に大量伐採され、保護地区にわずかに残るのみである。レバノンの象徴でもある、この杉の植林作業が進められている。かつては、キリスト教マロン派とイスラム教ドルーズ派の住民が、混住していたが、19から20世紀の領収派の、対立やドルーズ派のシリアへの移住などから、現在は北部にマロン派が、南部にはドルーズ派が集中して居住する。 山腹には階段工作によって果樹やジャガイモが栽培されている。ありがとうございます。